皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご覧いただき、ありがとうございます。それでは、今回は。北朝鮮のキム・ヨジョン氏が、岸田首相が平壌を訪れる日が来るかもしれないと発言し、停止自立にあえぐ岸田首相に揺さぶりをかけてきました。一方で、横田先生さんは、拉致問題がなぜ動かないのかと、日本政府に早期解決を求めていますので、今回はこちらの情報をお伝えいたします。それでは、まずはこちら。NHK。 2月15日に金与正氏が突如個人的な見解として談話を発表していますがこれ自体が異例なことになり意図があるということになりますその意図を読み解いていきます北朝鮮金与正氏岸田首相の本心見守ると談話発表岸田総理大臣は2月9日の国会の衆議院予算委員会で北朝鮮による拉致問題をめぐり今こそ大胆に現状を変えていかなければならない 様々なルートを通じて絶えず働きかけを行っており結果につなげるよう最大限努力したいと述べましたまずは岸田首相が国会という公の場で北朝鮮に対してメッセージを送ったわけです今回の金与正氏の談話はこれに対する返答ということになりますではその国会発言をもう少し詳しく見てみましょうそれがこちら日経新聞岸田首相、金正恩氏との会談、具体的に働きかけ 岸田文雄首相は9日の衆院予算委員会で北朝鮮による日本人拉致問題をめぐり金正恩総書記との会談の早期実現が重要との認識を示しました私が自ら必要な判断をする具体的にさまざまな働きかけをしている現状だと語りましたつまり包丁する場合は岸田首相自身が判断をするとはっきりと言明しています一瞬たりとも無駄にせず今こそ大胆に現状を変えなければならない と訴えました。対話の停滞が長引くほど関係構築は難しくなるとも説明しました。被害者家族の高齢化に触れ、時間的制約がある、ひととも揺るがせにできない人道問題だ、と強調しました。後ほど紹介しますが、スクー会では北朝鮮に対するアプローチを変えて、拉致被害者家族が高齢により亡くなった場合は、もう北朝鮮を許さないぞ、だから時間的な制約があるんだぞ、という方針転換を行っています。 これを岸田首相は十分に理解し今こそ大胆に現状を変えると言っているわけですしかしこれは日本の焦りにもつながりかねないわけであり最終的な目標である拉致被害者の全員帰国を曲げてしまってはいけませんそしてこちら産経新聞さらに岸田首相による国会での発言を見てみましょう日朝会談へ具体的に働きかけ首相が衆院予算委で協調拉致問題解決向け 岸田文雄首相は9日の衆院予算委員会で北朝鮮による日本人拉致問題解決に向けた日朝首脳会談実現への環境整備について私が自ら必要な判断を行う具体的に様々な働きかけを行っているそういった現状だと強調しました北朝鮮と水面下で接触しているかどうかなど実際の取り組みに関しては明らかにしなかったここで岸田首相は 様々な働きかけを行っていると水面下での交渉を明らかにしたわけで、なら水面下で金与正氏は返事をすればいいのではとも思いますよね。しかしわざわざ日本国民にもわかるように異例の談話を発表したわけです。これは日本国民に対して拉致問題を解決するには今しかない。だから岸田首相を後押ししろという揺さぶりをかけてきているというのがわかりますよね。つまりこれは北朝鮮にとって有利な条件交渉を行おうという意図が隠れているわけです。 首相は答弁で北朝鮮の核・ミサイル問題への非難と受け取れるような発言をしなかった対話姿勢を禁止にアピールし首脳会談への前向きな対応を引き出そうとしている可能性がありますここで間違えてはいけないのが目的です目的は首脳会談ではなく拉致被害者全員の帰国です支持率低下にあえいでいる岸田首相が北朝鮮を非難せずに国会でメッセージを送ったのでキム・ヨジョン氏が返事をしてきたというのが分かりますよね そこで NHK に戻りますではキム・ヨジョン氏が岸田首相のメッセージに対して何を言ったのかを見ていきましょうこれについてキム・ジョンウン総書記の妹キム・ヨジョン氏は15日夜国営の朝鮮中央通信を通じて談話を発表しました談話ではすでに解決された拉致問題を両国関係の障害物としないのであれば両国が近づけないわけがなく。 首相が平ョンヤンを訪問する日が来るかもしれないと指摘しましたつまり拉致問題を障害物にするなそれを除いたならば首脳会談ができるぞと言っていますそれは絶対にできませんよね今拉致問題を捨てて北朝鮮に来て首脳会談をすればお前の支持率は上がるぞ来ないのかと言っているわけですこれは岸田首相の足元を最大限に見ているということになりますただここれまでのところ 我が国の指導部は日本との関係改善のためのいかなる構想も持っておらず接触にも何の関心もないと理解しているとしていますこれは拉致問題を除いた首脳会談のプランを提案しろそうしないと北朝鮮から提案することはないぞと言っていますね一方で談話は岸田首相の本心をもう少し見守るべきだとして日本側の今後の出方を見極める姿勢を示し含みも残している形です この岸田首相の本心とは何を指すのかは分かりませんが北朝鮮はもう拉致被害者を全員帰国させる気が全くないのかもしれません全員帰国を諦め一部帰国で歴史に名を刻みたいというのが岸田首相の本心ではないかと北朝鮮は期待しているのではないでしょうかキム総書記の意向を踏まえてメッセージを発することが多いキム・ヨジョン氏は今回の談話について個人的な見解であり 公式に朝日関係を評価する立場にはないとしていますが日朝関係について談話を発表するのは極めて異例ですまあ北朝鮮としての公式見解ではないと逃げていますので方針転換することもありうるということになりますがこの発言で日本の世論の状態を見る観測気球なのかもしれませんねということは北朝鮮も困っていることがあるのでわざわざ発信したということになります何もなければ反応すらしないでしょう それについては後ほど詳しく紹介します。そこでこちら。ハドソン研究所の村野雅史ここで言う。政治的決断とは、拉致問題は解決済み。という北朝鮮の主張を日本政府が受け入れたら。という意味だろう。無理。拉致問題解決のためなら、金正恩と会ってもいいというのが日本のスタンスだとすれば、拉致問題は解決済みということなら、日本の首相と会ってもいい。 というのが北朝鮮のスタンスなので、まるで噛み合っていない。もうおっしゃる通りですよね。日本と北朝鮮の主張は、拉致問題を解決すると言っている日本と、拉致問題は解決済みと言っている北朝鮮とでは、全く噛み合っていませんね。北朝鮮からすれば、拉致被害者を返すなら何かしら得るものがなければいけないと思っているはずだが、今の日本に与えられるものなどない。そこで、拉致被害者返すから、 核・ミサイル保有を認めろとか、制裁緩和しろ。援助くれ。とか言われたら、どうするのか。これはこれで飲めるわけがない。ここに拉致問題解決の難しさがあるわけです。実は救う会は、拉致被害者を全員帰国させるのなら人道援助はやむを得ないとの方針に転換しています。なので日本政府は援助をするでしょう。しかし核・ミサイル保有は認められませんよね。ちなみにこちら、日経新聞。 2018年8月の記事です。拉致問題にちらつく1兆円、日朝、経済協力切り札に、国交正常化へ巨額拠出、世論、財源が壁。日本人拉致問題の解決に向け、政府が北朝鮮との接触を探っています。交渉カードになりそうなのが2002年の日朝、平壌宣言で約束した国交正常化後の経済協力です。日本円換算で1兆円兆となる100億ドルという数字が浮上しています。 つまり、小泉包丁で約束した約1兆円を日本は保護にしているので、当然北朝鮮はこの金額以上を要求してくるでしょう。ここで拉致被害者を全員ではなく一部しか返さなかったらどうなるでしょうか。当然財源問題も浮上し、財務省は増税を主張するでしょうから、一部帰国では国民は納得しないでしょうね。そこでこちら、日本国際問題研究所の小谷哲夫氏。拉致問題はすでに解決済みで、 障害物として捨てるなら、とまで言っているのに、拉致問題解決のために包丁する意味はあるのか。もう答えは出ていますね。全くないということになります。そこで佐藤正久氏。拉致問題を横に置いた包丁はやるべきでない。目的と手段を履き違えて誘いに乗ると、日米間の連携にひびが入るし、トランプ大統領誕生の目が出てくると、日本カードは色を失う。 当然佐藤正久氏も反対です。そしてトランプ氏が大統領になると拉致問題が進む可能性が出てきます。あれだけ生前の安倍さんがトランプ氏に拉致問題の重要性を訴えてトランプ氏と金正恩氏との首脳会談で何度も拉致問題を訴えてくれました。なのでトランプ大統領が誕生すると日本はカードを持つことになります。しかしそれまで待てるのかという問題も出てきますね。そこでこちら小泉包丁で安倍さんと同席した井上義行氏。 北朝鮮の揺揺さぶりに動揺するな日本は拉致問題に蓋をする日朝首脳会談は考えていないとメッセージを発信するべきここのメッセージを発信すすることが大事ですよね前回国会で岸田首相に対して質問したのが自民党の山田健司氏ですのでまた自民党議員が質問すべきですよねそこでこちら松原仁議員のポスト松原氏は拉致議連の幹事長をされていて 松原氏の考える出口戦略を発表されているのでそれを見てみましょう拉致議連の幹事長として救う会宮城県支部より被害者救出を求める署名をお預かりしました意見交換の席では担当大臣時代に表明した松原人三原則について改めて説明し出口論の必要性を訴えました松原人三原則1被害者と家族の再会が拉致問題の解決 ご家族がいなくなれば日朝間の永久に解決しない問題となる。二、北朝鮮がすでに死亡とした方が実は生存していた場合、日本側は避難せず前進と捉える。三、家族会、救う会、調査会など関係者が合意できる一定の前身が人道支援の条件。特に日本が主体的に進められる動きとして、三つ目の原則にある 一定の前進という概念について、それを判断するステークホルダーが参集する委員会の設置が必要と考えています。来月号のウイルス面での島田洋一氏との対談をはじめ、このプロセスについて現在多くの方と意見交換を進めています。ということで、松原人三原則の1で、日本は時間的制約を設けています。つまり拉致問題を解決しないと人道支援はやってこないぞ、と訴えています。そして2で、 以前の嘘は不問にふすとも言っています。そして3の一定の前進についてはどのようなものが良いのか委員会を設けると主張されています。これには納得ができますよね。そこでこちら。スクー会のホームページです。ここでスクー会のメールマガジンを見ることができます。なぜキム・ヨジョン氏は岸田首相のメッセージに反応したのか。それには北朝鮮側の事情もあります。それをスクー会の会長である西岡勝とむ氏が解説をされているので紹介します。 2024年の国際情勢と拉致問題3岸田閣下に異例の能登地震見舞い電報金正恩委員長が1月5日に岸田総理を閣下と呼んで能登半島地震に対するお見舞いの電報を出したこれは産経新聞に1月20日付で掲載された私の記事ですが北朝鮮のトップが日本の首相にお見舞いの電報を出すのは初めてです阪神淡路大震災の時も 東北大震災の時もなかったことですこれが異例の対応であり北朝鮮は日本をつなぎとめておきたいのだなと分かりましたよね金正恩委員長の名前で出すということは絶対本人の決裁をもらっているはずです韓国とは一切交わらない韓国は敵だと言いましたが日本には閣下と継承をつけて電報を打ってきたその全文は労働新聞に出ています 横田めぐみさんも見たはずです。労働新聞に出たものは隠すことはない。日朝で何か始まるのかと思った可能性があります。つまり、韓国とは敵対する方針に変えたのに、日本に対しては融和姿勢を見せたわけです。この労働新聞を見た横田めぐみさんは北朝鮮の変化を感じたことでしょう。もちろん、日米韓が協力して軍事圧力を強めている中で、一番弱い拉致で、 韓国の足並みをを乱すために日本を使おうとしかし日本はきちんとアメリカとも話をして人道支援を使うと言っている人道支援は国連制裁違反ではないのですつまり金額はいくらになるかは分かりませんが先ほどの約1兆円の人道支援ですそれはアメリカにも主張していて国連制裁違反にも当たりません なので北朝鮮は日米間の連携にくさびを打つ目的があったとしてもそうはならないということになります日米間の首脳が拉致問題で取り組み合意去年8月にキャンプデイビッドで日米間の首脳が集まっていろいろな文書を出しましたがその中で拉致問題を含む北朝鮮人道問題に積極的に取り組む韓国主導の統一を支持すると書かれました 韓国も人道支援を行うことに合意していますので人道支援の枠の中で拉致被害者を取り戻すことは裏切りにはならないもう既に3カ国は日本が北朝鮮に人道支援をしても良いと合意をしているわけです根回し済みです今岸田首相の支持率が下がっていますがそれを分かった上で電報を打ってきた多分この5月6月にまた合社が出始める去年もそうでした そして兵士たちの食料が足りなくなって栄養失調になったその兵士が強盗になることがまた5月6月に起きますそれは生産量が去年や一昨年と変わっていないからですつまりこれがキム・ヨジョン氏が岸田首相のメッセージに反応した最大の理由ではないでしょうか早く日本と合意しないとまた5月6月に餓死者が出てしまう今岸田内閣の支持率が最低を更新したから揺さぶりをかけるなら今だと そう思ったのかもしれませんねその時までに日本から人道支援をもらおうと思っているかももしれませんもちろん希望的観測ですが北朝鮮は強い圧力があった時だけ動くと言ってきましたがそれは小森さんが言ったようにアメリカの軍事圧力だったのです94年の時もそうでしたし2002年もそうでしたちなみにこの小森さんというのは産経新聞のワシントン客員特派員の小森義久さんで。 今回同席をされていましたそしてトランプ大統領が金正恩と会ったのも軍事圧力があったからですトランプ大統領が軍事圧力で金正恩を追い詰めた時に拉致も一緒に出してくれた今のアメリカは軍事圧力をそれほどかけていない韓国は緊張を高めて軍事圧力をかけていますがアメリカにとって北朝鮮問題は比重が下がっているそういう中で核と拉致を一緒に解決する可能性がなくなった中で 岸田政権が一昨年の10月以降、拉致を先に解決するという新しい戦略を立てた。それに混乱を極め、内政に苦しい金正恩政権が飛びつこうとしているのではないか。なので、一見支持率が低迷する岸田首相が包丁での首脳会談に飛びつくのではとの観測がありますが、実は困っているのは北朝鮮なのではと、西岡氏は指摘をされています。拉致被害者家族のことを考えると、 一日でも早い解決が必要ですが北朝鮮との交渉は焦らずにむしろ北朝鮮の足元を見るぐらいでやらないといけませんよねそこでこちら産経新聞金与正氏が談話を発表した同じ日に横田早紀江さんもインタビューを受けていました横田早紀江さんなぜ動きない北朝鮮の拉致問題孫と面会10年で北朝鮮による拉致被害者の横田めぐみさん59拉致当時13 の母、サキエさん、88が15日、東京都内での集会後に報道陣の取材に応じ2014年3月に孫でめぐみさんの長女のキム・グンギョンさん36らとモンゴルで対面して間もなく10年となることに関し「なんでこんなに動きがないのかわからない」と述べ日本政府に早期解決を求めましたもうあれから10年が経つのですね。 本当に動きたくても動けない状況が嫌になりますよね早紀江さんと夫の茂さん令和2年に87歳で死去は2014年モンゴルの首都ウランバートルの大統領迎賓館でウンギョンさんと夫2人の娘らと過ごしました早紀江さんは集会で別れ際にウンギョンさんへめぐみさんと一緒に帰ってくることを信じていると伝えたことを明かしました 早紀江さんは今月4日に88歳にどうか生きている間に一目めぐみちゃんに会って頑張ったねと言ってあげたいと話しましたもう本当に会わせてあげたいですよねここまで頑張ったのだから頼むから会わせてあげてほしいと思いますそこでこちら新潟ニュース娘の声聞けぬまま88歳に横田めぐみさんの母早紀江さんなぜ救出できないのかわからない北朝鮮による拉致被害者 横田めぐみさんの母、さきえさんを囲む祈りの会が2月15日、東京で開かれました。娘の声を聞くことも叶なわないまま、さきえさんは2月4日に88歳になりました。拉致被害者の救出を求めて月に1回開催している祈りの会は15日で229回目を数えます。2月4日に88歳の誕生日を迎えた横田めぐみさんの母、さきえさんは、 なぜ救出できないのかわからないと苦しい胸の内を語りました横田早紀江さん「めぐみちゃんはこんなに近いところにいるのに本当にわからない」相変わらず姿も見たことがないし声一つ聞くことができないのも不思議近いのにいろいろな人が行ったり来たりしているのになんでできないんだろうと本当にそう思いますよね今まで精神状態を保つのも大変だっただろうなと思います娘の姿声 思い出せるのは中学1年生だっためぐみさんのまま。46年もの間、何一つ見聞きできない苛立ち、切なさを訴えます。横田早紀江さん、どうして解決できないのかがわからない。日本政府に力がないのか、あちらの国がおかしいのか、その辺の中身がわからないのでもやもやしている。日本はどうしてこんな大事なことができないんだろうと不思議で、しっかりしていただきたい。 日本政府に力がないですしあちらの国もおかしいですよね本当に歯がゆいです祈りの会では2014年3月に横田めぐみさんの娘キム・ウンギョンさん一家と対面したことを思い出し当時を振り返る場面もありました横田早紀江さん涙をボロボロ流しながらキム・ウンギョンさんが見送ってくれて日本に帰ってきたどこまで生かされるかわからない やっぱり本当に生きている間に一目でもいいからめぐみちゃんに会って握手でもいいからしたい頑張ったねと言ってあげたいそれだけです願いは本当に聞いているこちらも気がおかしくなりそうな気がしますそれぐらい横田咲恵さんの辛い思いが伝わってきます本当に神様日本の神様に何とかしてもらいたいです横田咲恵さんの笑顔が見たいですよねということで 岸田首相が焦って包丁することはないと思いますが今年なんとか拉致問題が解決することをみんなで願って引き続き拉致問題に関心を持っていきましょうまた新たな情報が入りましたら動画をアップしていきますのでよろしければチャンネル登録と通知ボタンそして高評価とコメント X のフォローもよろしければお願いしますまたこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう ありがとうございました。